日本語コンテッペイ、日本語学習者の皆さんをいつも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 応援するポッドキャスト。今日は何でもないことについて。皆さんこんにちは、わちわわちわわちわわ男のポッドキャスト、とっ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 と、バランスを崩してこけてしまいました。こける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 、こけたら危ないですからね、気をつけて。おばあちゃん、重い荷物があったら持つよ、でも僕は泥棒じゃないから気をつけなくても大丈夫、安心してね、家までついていって。おばあちゃんが寝た後に全て盗みますからね、というちょっと怖い歌を歌ってしまいましたね。日本語コンテッペイの時間です。よろしくお願いします。今の歌分かりましたか？分からなかったらこの今からね説明します。そして説明の後にね、もう一度聞き直してくださいね、もう一度聞き返してください、ね、もう一度聞いてください。そうすれば多分分かりますね。まずチワワチワワ、これはもういつものように意味のない、言葉ですね。チワワ男のポッドキャストですという話をしました。そしてその後に、ここここここころころん転ぶちょっと待って、ね、あ、そうそうそう、だおっとっとっととっととっとおっとっとおっとっとっていうのはなんかああああこれ意味が、これも意味がないです。おっとっとっていうのはこうバランスをね取るときに言うんですね、日本人が。こう例えば細い道とかそういうとこを歩いてちょっとこう体が横にねこうバランスが崩れる、ね、バランスがなくなってこうあーってなった時に日本人はおっと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 って言うんですね。これはすごく外国人のね人にとっては不思議な不思議な言葉ですね。おっと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 おっとっとっていうのはこうバランスを取る時に言うんですね。なぜかわからない、ね、なぜかわからない、でもおっと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 って言うんですね。そしておっと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 って言いながらバランスを取って転ばないようにね、転ばないように、転ぶというのはこうこけるっていうね、こけたり転んだりしないようにこうで、ね、おばあちゃん気をつけてね、僕のこうイメージの中では頭の中ではおばあちゃんがね、まあいますよねこの辺でもね、おばあちゃんが重い荷物を持って、まあ、例えばねお米、日本では米を買いますよね、ご飯で米を買って歩いてると米はもう5キロありますからすごく重いんですね。だからおばあちゃんがこうヨロヨロしているんですね、もう倒れそうになって、ね、だから僕が持ちますよっていうね、まあ僕というかそのキャラクターがですね、持ちますよって言っておばあちゃんね心配しなくても大丈夫ですからね、僕は真面目な青年ですからね、青年というのはまあ若い男、まあ、僕は若くないですけど、まあ、そういうキャラクターですね、青年ですから、大丈夫ですから、ね、安心してください、ね、僕はそのままね、その米を持って逃げたりする米泥棒じゃないですから、ねまあ、泥棒じゃないんで安心してください。そしておばあちゃんを手伝う、ショッピングバッグを持って手伝うんですね。そしておばあちゃん、家どこですかとかね、でそのおばあちゃんは多分ね、こう優しい青年だわ、ね、優しい人がいるもの ねということで安心して、でまあどうぞどうぞ上がってください、ね、でおばあちゃんちょっと疲れてちょっとシエスタをしてしまいます、ね、おばあちゃんちょっと、ね、寝る、私ねもう眠いからね、あなたゆっくりして、まあ、いつでも帰ってもいいからみたいなね、多分そういうことを言っておばあちゃんはシエスタをしてしまう、昼寝をします。その時に、その悪いやつですね、まあ、その中では僕ですけど、悪いやつがこう全て家の中のものを取っていくと、まあ、そういう歌でしたこれ嘘ですからね、僕はそんなことしないですよ、もちろん皆さんね、僕は本当にいい人ですから
ね、まあ大体いい人って自分で言ってる人は悪いやつですよね。まあ僕はあの悪いやつですからじゃあどっち言えばいいですかね、悪いやつって自分で言う人はいい人ですよね。これどっちなんですか ね、これ反対と思います。僕はいい人ですよ、僕はいい人ですよってこう 悪そうですね。でも僕は悪い人ですよ、これどうですか。これ本当に悪いかもしれない、ね、うん、なので、例えばね、僕はヤクザですよって言ったらどう思いますか皆さん。嘘なのかジョークなのかジョークじゃないかちょっと戸惑いますよね。例えばね、皆さんが大阪とか、ね、大阪に行って居酒屋に行ってね、こう飲んでたら隣の席の男がね、サラリーマンに見える、サラリーマン風の男がハローみたいな、実は僕はヤクザなんだよねみたいな、ちょっと笑えないジョーク、もしくはジョークじゃないかもしれない、本当かもしれない、ね、ちょっと困っちゃいますよね、もし隣 あのサラリーマン風の男が僕ヤクザですよって言ったら、皆さんの、まあ、リアクションで、正しいリアクションはヤクザって何ですか、あ、ホテルに戻ります、さようならそれが一番ですねだからもう日本語わからない、これね素晴らしいですよ。日本語わからない、すみません日本語わかりません、ホテルに帰ります、さようならこれでいいですね。でホテルどことか言われたら、あ、ホテルはわからないね、わからないって言って、あのさようならとにかくそれが大事です。日本語わからない、さようなら、ホテルどこ、ホテルわからない、何言ってるかわからない、さようなら、これが一番ですね。日本語わからないふりをしてくださいね、これが一番です。うん、で英語、そのヤクザという男はね、じゃあ英語イングリッシュ OK とか言ったら、あ、英語もわからない、あの私フランス人ね私フランス人ねって言って、あの多分ねフランス語ペラペラのヤクザは少ないと思いますからね、英語ペラペラのヤクザは多いかもしれないけどね、もしかしたらいるかもしれないね。俺はヤクザ、今ヤクザだけど昔はパリで、アートスクールに通ってたんだぜみたいな、まあそんなヤクザもいるかもしれない、ね、でもかなり少ないです、多分可能性はかなり低い。なのであの皆さん、もしヤクザに会ったら、会ってしまったらね、会ってしまったら、あの私あのフランス語しかわからないって言って、さようならって言ってね、逃げてください関わらないのが一番ですね。はい、なんでヤクザの話してるんでしょう。ですね、今日は何かな、何でもないことについてですね、もう何でもないっていうのはまあフリートークです、結局は。あの何でもないこと、もうたくさんありますよね。もう何でもない、別に今日何にもしてないです。暑い、本当に暑い、暑いからもう何でもないことをお話しますね。もう何でもないことといえば、例えばあの僕は髪を切りましたこれ何でもないことですね、どうでもいいことですね。はい、もう僕が髪を切った、それだけです。髪を切りました。そして、まあ担当の、ね、担当のというのは僕を担当した、僕の髪を切ったヘアドレッサー、美容師さん、女の子、若い女の子、まあ大体ですね、若い男の人か若い女の子、やっぱ若い人が多いですね、日本のヘアドレッサー、美容師さんはね。で若い人が僕の髪を切ってくれました。でまあ日本ではね、いろいろな話をするんですよね。例えばお仕事はあの何ですかみたいなね、お仕事何ですか、なんかあれですよね、やっぱり例えば僕は平日の昼間ね、例えば火曜日の昼2時とか火曜日の昼3時ぐらいに、まあ昼午後ですね、午後の時間に髪を切ることが多いので、普通はサラリーマンは仕事をしている時間帯ですね、その時間は。だから多分不思議に思うんですよね、お仕事は何なんですかみたいなサラリーマンじゃないですよねみたいなね、うん、まあサラリーマンじゃないですよ、あの家で仕事をしています、へーみたいな。でも家で仕事をしているっていうと、普通あのプログラマーとかね、こうコンピューターエンジニアとか、なんかそういう、まあ、ウェブデザイナーとかね、そういう人が多いですよね。うん、
だけどいや僕は日本語日本語を教えたり、ね、日本語のポッドキャスト、まあポッドキャストの話はしてないですけどね、日本語の先生をしてますみたいな。へえ。女の子はやっぱり日本人はね、日本語の先生という仕事があるということをほとんど気にしてないとか気づいていないですね。英語の先生はたくさんいますよね、日本には。英語の先生はでも日本語の先生は少ないですよね。そして日本語の先生っていうのはたくさんいます、本当に。実はたくさんいます。だけどその日本語の先生って僕みたいなタイプの先生が少なくて、というか iTalk でね、僕は iTalk で教えてますけど、 iTalk にいるタイプの先生は実際はね、現実ではあまり日本語学校で教えてないんですよね。日本語を日本語学校で教えてる先生って結構年の人が多い。僕より全然年の人が多いです。あとほとんど女の人、たまに若い先生もいるけど、まあ女ですね。やっぱり女性の年の人が結構多い。あとは若くても若くない感じの人が多いまあこれは完全にただの偏見ですけどね。偏見というのはステレオタイプのことですね。なんかポップな人が少ないですよね。はい。まあ、皆さん分かるように僕はポップでロックでインディーで、あとは何ヒップスターで、それでいて意外とコンサバティブで、まあまあまあ自分のことスピリチュアルでね、オーガニックでインオーガニックでもう何言ってるんですよ。とにかく僕みたいなタイプの先生は少ないね、少ないですよね。ほとんどの先生はもっとなんか普通の日本語の先生なので、多分その美容師さんもねちょっとびっくりするんですよね。へえ、日本語の先生、なんかそういうふうに見えないですねと。僕よくね言われること、よく言われること、他の人にね、初めて会った人によく言われることが、フォトグラファーフォトグラファーですか、写真撮ってるんですか、写真家ですか、みたいなことを言われるんですね。まあ確かに言おうとしていることは分かります。僕の友達にもフォトグラファーいますけど、ちょっと僕みたいな感じですね。少しなんか、なんていうの、サラリーマンじゃない、サラリーマンには見えない。それでまあポップで、ちょっとアーティスティック、まあ実はね僕は全然アーティスティックじゃないんですけど、まあアーティスティックな雰囲気ね。はい。なんかどちらかといえば、どちらかといえばそうですね、どちらかといえばよくミュージアムとかに行ってそうなね。実は僕は割とミュージアム嫌いなんですけどね。まあ理由は今度まあ落ち着いて話してもいいかもしれないですね。僕がアートやミュージアムがあまり好きじゃない理由というか、まあ、昔は好きだったんですけど、あまり好きじゃなくなった理由ね。まあその話はもういいでしょう。というわけで、とにかくフォトグラファーに思われるね。フォトグラファーですか、ね、まあ日本語で言うと写真家ですかですね。写真家ですか、いや写真家じゃないですよ、写真家じゃないです、日本語の先生です、ね、日本語の先生。まあとにかくね、まあ何でもどうでもいいことですね今日話したの、もうとにかく僕が美容室に行って、日本語の先生ですという話をした。そうするとね、まあ、そこからボールが転がるというか、まあ日本語のね、日本語の勉強をしている皆さんの話とかね、でそして彼女もやっぱり英語を話したいとか、彼女もね、留学した方がいいですかねとかね、イギリスに行ってみたいですけどみたいな、ね、そういう話ですよ。そしてまあ僕はね、もちろんそういう話はたくさん知ったことがありますから、彼女にもね、こうしたらいいんじゃないですか、まあまあいろいろ考えてもいいかもしれないですねみたいなね、まあ、留学しなくても英語の勉強はできるしみたいな話をして、僕の髪が短くなり、
して彼女はね、あ、本当に勉強になりました、ありがとうございましたと言ったんですね。僕はそう言われたんです。いやいやいや、僕の話なんてもう本当あのくだらない男のくだらない話ですからというね、また謙遜する謙遜して、いや僕は僕のねくだらないチワワ男のくだらないチワワトークを聞いてくださっていただきありがとうございましたと言ってね、さようならしたわけです。まあもちろん彼女は僕に恋をしたね。もうしょうもない話ですね、またね。はい、またくだらない話に付き合っていただきありがとうございました。皆さんまた来週じゃない、また明日。さようならさようならさようなら。